こんにちは、速稼塾の久保です。いや、本当ふざけた話だと思うんですよ。でもこれが現実ですよね。バブル期以来の最高値をつけてるという株式がね、確かにアベノミクス以来どんどん株価って上がっていきますけども、これって何なんですかね。誰がそんな株買ってるんですかね。日銀でしょうかね。この政策って本当に我々の実体経済を表してるんでしょうか。本当に景気がいいんだったら、これほどに株がどんどん上がってるんだとしたら、ある一定の企業の商品やサービスはバンバン売れてるはずですよね。これ誰が買ってるんでしょうか。実際私たちが貧しいのはなんでなんでしょうかね。それこそ今年の7月、8月、9月、10月と自殺者が急増していて、でコロナ解雇と言われるね、クビになった方とか仕事を失った方とか会社が倒産した経営者の方どんどん出てきてますよね。はい、ということでね、株式をがっつり持ってる人は儲かりまくって、そして株なんて買う余裕がないよっていうね、いわゆる一般庶民の方は全然好景気を実感できずに、どちらかというとね、デフレの波にもう叩き落とされて、ますます可処分所得というね、使えるお金の金額が減って、増税に喘ぎ苦しみ、社会保障費がまたまた値上がりしてということで、いいことが全くないという状態になってきました。こんなことでね、本当に明るい年が迎えられるのかと。牛年っていうのがね、今度2021年始まりますけども、令和3年、牛のようにですね、のんびりのんびり経済が進むんじゃ本当やってられないですよ。でそれこそね、景気は緩やかに、回復しているというふうに安倍政権言い続けましたけども、結局蓋開けてみたら2018年にマックスを迎えて、そこからは下降の一途をたどってるっていうのがね、後からはっきりしたわけですよ。何やってんだ財務省というね、ことですよ。で、麻生財務大臣も結局財務大臣のポストにいて、もう麻生さんがいるとね、日本にいいことが全くないんですよ。ぜひね、政治の世界からちょっと降りていただいて、少なくとも財務大臣を降りていただいて、もうね、それだけでもうハッピーハッピーですよ、日本国民みんな。なぜかね、麻生財務大臣が国民にいいことを言ったりやったりしたことがないというね、何なんでしょうか。そして二階幹事長、ついにですね、アメリカをはじめとする国際社会から日本は中国共産党の仲間なんじゃないかと、あいつを幹事長に置いてる限りは日本との同盟関係はちょっとね、考えなくちゃいけないぞっていう、そんなね、意見まで出てきたということで、ちょっとやばいですね、これはね。日本の景気がいいのはどこに行っちゃったのか分かんないし、それこそ日本はね、この強い同盟関係が実は中国共産党と結んでると誤解されかねないようなね、そんな人が自民党の要職についてるわけですし、二階幹事長と麻生財務大臣、この2人が、自民党内にいる間は私たちが枕を高くして眠れることはないかなというところでございます。そして菅総理もね、ちょっと存外だらしないと、いろんな発言が足引っ張られてますけども、菅総理ね、何なんでしょうね。ここで一発特別定額給付金バシッと出していただいて、でやっぱり菅総理、二階幹事長も麻生財務大臣も抑えて、総理としての行動力を示してくれたなっていうところね、ここで一発、逆転ホームラン打ってほしいなと思いますけども、ちょっと望み薄ですね。でもね、望み薄いからといって私はね、やめませんよ。もうどこまでも突っ込んでいきますよ。どこまでもこうやって YouTube で発信していきます。で私のこのね、財務省金出せと、第2次定額給付金第3次出せ、毎週5万くれみたいなね、こんなクレクレ成人のお金くれくれの私の YouTube チャンネルに共感してくださる方がこれからも増えることを望んでおります。私はね、本当にね、金を出せと、もっともっと意地汚く言ってもいいと思いますよ。こんなね、生きるか死ぬかの時にそんなね、丁寧なことをやってられないですよ。金をくれと、ただそれだけ、金をくださいと、とにかくくれとそれだけをね、これからも訴え続けていこうかと思います。ということで、今回も特別定額給付金の話題がね、新しくは出ませんでしたけども、景気本当にいいのかっていうね、いい人もいるでしょうと、おめでとうございます、そういう人はね。もう私はちょっと景気を実感するにはまだまだ程遠いんで、頑張ってね、これからもビジネス進めていこうかと思います。それでは皆さん頑張ってください。もう年もね、暮れになりました。今年も本当ありがとうございました。あと明日明後日ありますけども、一応ここでね、ご挨拶させていただきます。良いお年をって言いにくいですね。どう言えばいいんでしょうか。今年も大変お世話になりました。そのぐらいにさせていただきます。ではいってらっしゃい。